農業をやってるとですね、迷惑をかけてることもいっぱいあります、はい、例えば、騒音、匂い、虫、草、そんなもんかな、だな、うん、でもかけられる迷惑もいっぱいあります。すごい。ゴミ、うん、犬のうんこまああと雑草、はい、ね、そして最後はちょっと切ない話ですな、はい、だまだま、あつもうちょっと休憩はい、今ねマルチ張ってるんですけどね、2本張れました2本張って汗だくですもうフラフラ、ということで、はい、どうも岩崎です。汗、今日はね全然関係のない話ですね。関係ない話、はい、あ、散髪しました、ね、もう分かるかな農作業をやってるといろいろね、うん、ご迷惑をおかけすることもあったり、まあ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 、うん、あとは迷惑かけられたりね、かけられる、うん、今日は題してかける迷惑、かけられる迷惑なんつまあ迷惑かけてることを反省しつつ、はい、かけられた迷惑は文句を言ってまあお互い様へという結論で、お話をしたいと思います、はい、まず、うちがかけてる迷惑、うん、まあね大阪なんでやっぱり農場と住宅が隣同士とかいうとか多々あるよね。まあ確かにあるね、うん、まあまあ周りが田んぼばっかりだったんやけどね、うん、まあでもそうもなってない場合があるんで、はい、近所にお家があると、うん、やっぱりねご迷惑かけることが多いよね。確かに近いからね、うんうん、まあ一番あれはな音やな。あーそうだね、うん、草刈り機もそうやしトラクターもそうやしな、うん、まあ音は迷惑かけてるかなと思います。あーまあね、ただなあそこの畑のあの家はな俺がトラクター乗ると雨戸閉め上がるよなあからさまに、うん、うさいって言われてるよそれもどうかなと思うよまあそれは申し訳ないけどな。まあ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 、まあうん、でもトラクターかけんとほったらかしてると草だらけになったら今度は虫が湧いてご迷惑かけるからな、うん、違う海でねそう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 、なのでねそういうのもあるよね。うん、そうね、うん、だから音ね、音ね。次、うちはもう焼かないんやけど、はい、物を焼くとさ、うん、煙が飛ぶよね。そうね、だから火はな基本的に農業は例外的に焼いてもいいんやけど、野焼きっていうやつ、野焼きはな、うん、例外的に認められてるんやけど、うん、ただ通報が入った時点で指導しますっていう感じの立場やから、はい、通報されたらダメなのよ。通報ね、うん、通報する人いるん？おるよ、消防車呼ばれたとかさ。へ、うんうん、煙で洗濯物がほら臭くなるやん、はいはいはい、そういうの嫌がられるのよ。あ、ね、もともとはうちの田んぼの方が昔からあるのにとか言ったところで、うん、まあ住宅ができたらそれはもう通らないよね。まあなあ、だからまあうちは家のあるところでは基本的には物焼かないようにして、はい、この山の畑とか ね、ダムとかでは物焼くけどね、うん、まあそういうことで煙かな。煙そうだね、うん、次またあれね、匂いね、匂い、うん、つくつく、うん、鶏糞ね、臭いね。あ、そっちねあれやで、煙の匂いもそうだけどね、うんうん、三つ目は匂いですよ。そういう肥料とかの、うん、堆肥一回な山積みにしたら、うん、おっさんが肺が湧くとか言ってたら、怒鳴られたよね、まあそれもどうかなと思うけどな、もう全然匂いなんかしてないんやけどな、その堆肥はな、うん、まあ見た目で、見た目でそう、うん、ね、そうな話すんだよね、うん、まあこっちの言い分もあるんですがね。そうね、まあそうは言ってもですね、言ってもね、うん、まあ一応ね向こうも言い分あるわな。そうそうそう、家の横でなそんなんされたらっていうのがあるからな、お互いがね、お互い様です、はい、だからそのうるさい家の横では堆肥も置かなければ、うち結構ね野菜くずとかも捨てたりするんやけど、ね、うん、野菜くずもほら一回レタスの葉っぱ捨ててたらさ、ハエが湧くとか言ってさ、うん、文句言われてさ、マジで、うん、残暑が臭いもん。そうよまあうるさいのよ、うんうん
まあまあそういうところはもう、うんね、もうだからもうそういうところはね、そういう人やと思ってね、もうさらっと流すしかないかなと、ね、うん、あと何があるかな、匂い、煙、音、音、うん、草やな、草はやかしたらな、迷惑になるよな。だからさ、一軒なんかさ、うちが使うようになってからさ、うん、結構あの優しくしてくれるとこあるよね。優しくしてくれる、草わかんようになったからな。あ、うん、ここは草に草生やしてると、地主さんが使ってた時は電話されたってな、役場とかさ。マジで、うん、結構そんなされたって言ってたけど、うん、うちが使うようになってから、うちはほら、まあ、常に何か栽培してるから、うん、雑草だらけにはならんやん。そうね、だから優しいよね、うん、お菓子もらったことあるよ確かに、うん、だからまあそんなもんか、かける迷惑ってな。そうね、相手側さんに、うん、うん、まああとは朝早くゴソゴソするとかな。そういうのはあるよね、うんうん、細かどうかしないけど、ハサミの音うるさいとかなんとか。ああ、チョキチョキするってな。そうそうそう、細かいよって思うけど、そのハサミの音はね、うん、な、まあいろんなことを言う人がおるわけですよ。まあまあまあ、うん、でも、うん、指導はうあの、うん、始まりはうちら早いからね。そうや、そう、それは気になるよね、うん、朝早くっていうのはね、うん、まあまあいつもご迷惑かけてすいませんでした。すいませんさあ次は、はい、うちがかけられてる迷惑ですね逆の立場なんかあったっけ。あるよ、うん、やっぱりあの町の中のな、うん、道沿いなんかやとさ、ゴミね、うん、あ、空き缶捨てられたりさ。あ、はい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 、ポイ捨て。そう、ポイ捨て、うん、あるね、確かに、まあ、所詮日本人なんてそんな程度のモラルなんですよ、うん、うん、ね、いい人もおるけどバカもいっぱいおるからな、ね、1個あったらもう1個呼ぶよね。そうだから、まあ基本ね、あのゴミは拾うようにしてますけどね。そうね、見つけたらね、うん、次から次へと、うん、ってなるもんね。そうで、次がね、うん、あれね、散歩の犬のうんこね。ああ、結構あのほら車止めてるとこあるやん、手前の畑。 あ、はいはいはい、あそこちょっと広いやんか、うん、広い。で草ちょっと生えたりするやん、うん、犬のおしっこ場、うんこ場になってるよね。確かに確かに。あとほら猫に餌やってるとこは、猫がこういう耕したとこうんこするよね。そうそうそう、ふっかふかになったとこね。ね、それはあるね、動物ね。そう、 そう、それもさ、もう野生の動物やったらもうしゃあないやんか、うん、人間のせいで猫とか犬はなおるわけやからさ、まあ、なこの野郎あとはね、犬猫って来たやろ、うん、次人間。人間、はい、もうね、あのいい人やったらいいんやで、はい、もう話しかけてくんなってやつが話しかけてくる場合があるからねもうこの間もトマトの苗くれとかも、そんなん言わんといてくれよね、もうなんでやらなあかんねんってな、うん、ないってないけどね。そう、うんうん、そんなんあげへんけどなあってももうね、作業の手を止める人は嫌な。そうそうそう、それはあるね、長いしてね、うん、まあ、あの楽しく話してくれる人は大歓迎ですよ。なり合いの先輩とかね、先輩いや、似たーって笑って来てくれるから、うん、まあ、あとはね、こっちから邪魔する場合もあるけどねトマ太郎がおったら、あ、おったー思ってさ、そうそうそう、捕まえたもう1時間ぐらい喋ってな作業の手止めて、ごめんなさいなんじゃ、かけられてる迷惑ちゃうやん、かけてる迷惑やん。あとね、あ、かけてる迷惑もう一個思い出したわ。そうなんでしょう。あ、まあええわ、あとで思うわ、はい、かけられてる迷惑ね、うん、あとはあの洗濯物が落ちてくるとかね、洗濯バサミが落ちてくるとまあそれは迷惑っていうか、まあ、逆にもうちゃんと戻してたらいつもすいませんって言うてくれるから、まあそんなんは、まあ、もう全然迷惑とは思ってないけどね、うんうん、まあ、あとは家とか人じゃなくて隣の畑からな、かけられる迷惑としてはさ、うん、最近で言うとよ、マルチよ、はいはいはい、焼くな、おっさん隣の人が焼くのな。そう、うん、臭いね、それもな、もっと奥まったところで焼きゃええんけど、うん、うちのすぐ横で焼くやろ。確かに。なら水で流れてくるやん、そういうの。あ、ないやんね、うん、こんなん焼いたらあかんねんね、ほんま。ほんまな、うん、もうちょっと隠れて焼けてね、堂々となそう、もうその乾いた時にシャキッと一気に焼き切るんやったらええけどさ、うん、なんかもう団子にしてやわな、ダラダラとな、うん、まあでも一回そこで俺除草剤巻いてさ、うん、隣にそこの畑にさ、そら豆植わってたのが何日かして全部枯れた。マジで迷惑かけてすいません。マジで、あとはね、かけられる迷惑って言ったら水やね。水、うん、うん、うちなんかはさ、畑やからさ、そんな水いらんのよね、うん、
ん、田んぼが横にあると水が染みて出てくるんだよな、はいはいはい、もうだからもうそういうとこはもう諦めて返したけどな、うん、うちも後から入っていってるしさ、確かにな、もともと田んぼやって田んぼやってたからさ、うん、上が田んぼでうちの借りてたとこも田んぼや、うん、水が染み出てても分からへんかったんが、うん、うちが畑した瞬間もうぶわー水出てくるわけやん、うん、まあ、それはもうしゃあないな、そんな言われてもっていうのはあるかな、うん、うん、まあ、今年はな、隣のおっさん水入れる時もちゃんとな、はいはいはい、きちんと固めて、のり面うん、やってたけどな、あれもう米やってて水が染み出てるんやったら文句あるけどさ、あ、文句ないけどさ、うん、自分が水入れてな、そうそう、やるだけで水染み出てくるのは、うん、ね、まあ、ああやってちゃんと固めてやるんやったら問題ないけどな、そう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 、なんのこっちゃ、なんのこっちゃ偉そうに、まあ、そんな感じでな、うん、いろいろな、まあね、こちらも迷惑かけておりますが、うん、まあ、こちらも迷惑受けております、はい、お互い様ですな、お互い様だよね、まあ、せやけどね、最近の、農村というかその日本の畑、うん、ね、田んぼの問題で一番深刻なかける迷惑、かけられる迷惑っていうのはやっぱ草ぼうぼうやな、もうそりゃしゃあないやで、できへんねんって、うんうん、できへんからさ、なんか草ぼうぼうになってしまうんよな、うん、でもそれすると虫が湧いたりさ、獣がな、うん、出たり、うん、でこっちも虫飛んできたりしてさ、うん、病気になったり肌荷が湧いたりな、いろいろ迷惑受けるんな、でももうそれもな、うん、社会問題やからな、悪気があって草ぼうぼうにしてない人もおるからな、そうそうそう、もう要せんのよな、うんうん、だそれに対してさ、やっぱり日本の農業の仕組みがさ、もう農地は農家にしか売れないとかなってるからさ、売られへんのよな、うん、ならもうその草ぼうぼうにするしかないし、うん、農家やめられへんしな、うん、でまあ周りは昔は文句を散々言ったんやろうけども、今はもう自分も明日は我が身やもん、そうやな、自分もいつその風にしてしまうか分からへんから文句言わへんやんな、うん、周りもな文句言われへんよ、そらもう、うん、ちゃんとな後取りがやってくれりゃええけどさ、うん、こんなもん少子高齢化やで、そうやな、俺らの世代まではおってもさ、な、独身嫁なし50歳とかさ、そうね、あとは子供おっても一人っ子女の子とかな、うん、じゃあもう誰やんねんみたいなことになってさ、うん、もうみんなな、かわいそうなことになってるよ、う、ね、うん、だから迷惑かけるかけないはな、いろいろあるけどさ、うん、昔はそれをな、共同体という形でな、農村という形でみんなで助け合いつつ、うん、みんなで陰口言いつつな、そういう言われるの嫌やから、うん、ちゃんとやったとかそういうのがあったんやけど、うん、もう今はもうそういう言う人もだんだんおれへんし、ちゃんとやる人もだんだんおれへんしやばいよねこれ見てたらな、ね、まあ、道路走っててもね、うん、あれここみたいな、もう次から次草むらなっていっても毎年なっていってるよな、あれここやってはったのに、あれ今年はみたいな、あらあら、草ぼうぼうデビューや、そう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 、放吉デビューや、あ、1年目、あ、2年目ってなるよね、やばいね、どうするどうする、うん、でもそれが日本人の答えですよ、うん、という動画も上げました、はい、, 笑い事じゃないけどね、うん、まあうちもね、なんだかんだ言ってこんなこと言って偉そうに言って気楽な立場でおんのはさ、所詮さ新規就農者という立場で畑を全て借りてやってる、うん、借りて自分のもんじゃないという、うん、で最終的にはもう要せんかったら会社へみたいなな、まあ、まあ無責任やな、うん、そういう感じでおるからな、うん、それはそれでどうかと思うけどな、まあ、切実な問題だな、ね、かける迷惑かけられる迷惑が最後は放吉の話になったな、そうな、ね、いろいろ深刻ですよ、です、まあ、日本のね、農業というのは日本の社会問題の一歩先をね、うん、過疎化やら高齢化やら一歩先を進んでいろんな問題が起きてるわけで、うん、これを見れば日本の将来が分かりますな、ですな、まあ、空き家とかもそのうちそういうこういうふうになるんですね、うん、でね、農村が崩壊するイコール、ね、農地も崩壊するからな、うん、なんや切ない話になったな、ほんまやもう迷惑かけるなって言いたいところを最後そう言おうと思ったんやけど、うん、大変です、大変です、みんなで考えてください、はい、私は自分のできる範囲で頑張ります、はい、以上ですな、はい、はい、おしまいです、はい、それでは皆さんさようなら。